というわけで村沢くんやってきました。春日井市都市緑化植物園でございます。いや私ね、なんだっけ、何になりたいって言ってたっけ。春日井市の、そう、なんか観光大使みたいなやつになりたいんですよ、はいはい、なりたいものの名前が言えない時点で終わってんだけどそうですね。そうだからね、ここら辺で春日井市に媚び打っとこうかなって。お、いいんじゃないですか。本日初ロケでございます。おー、ね、こちらの中に入っていこうかなと思います。それでは行ってみよう。綺麗なエントランスになってるんですよ。どうですか、春日井、いいとこじゃないですか早いか、まだ早いですね。まだ早いです。まだ全然見てないから。昔ここでね、パレードしてたんよ。パレード、うん、高校生の時。ああ、その吹奏楽部。そう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 、歩きながらね、ここずっと回ってて。ああ、そうなんだ、うん、お客さん誰もいないなしその時誰もいなかったけどね、ひたすら歩いてた。僕らも高校の時にリトルワールドでやったんですよ、うん、お客さんはもう親しかいなかったからまあそうなるよねでここのね、エントランスを抜けまして、まあ、横中にこうやって道があるんだけど、この先に行くとね、まあよく演奏する場所があるんですよ、はいはい、そのままね、ここからちょっとテクテク演奏場所まで歩いていきましょうか。ちょっと開けてきましたね。ね、こちらでございます。植物園っぽい。そう、ここが、まあ、ちょっとした温室みたいになってるのかな。この中にいろんな植物がありますよと。でこのこのね、温室になってるこの建物のこっちかでレンデム行けると、ちょっとまあ階段になってる広がね、こちらにあるんですけれども、ここでね、毎年春、秋に演奏させてもらってるんですよ。呼んでいただいて。そう、こんな感じでね。で見ていただいた通りね、階段の形ボッコボコなんですよ、これ。まあね、演奏しづらい。こんな感じでありますけれども。我々ですね。村沢くんと私、あと他に、三輪さん、そして大島寛さん、ドラムの山田くんと5人で、10月4日にこちらで演奏することが決まっております。はい、ですのでね、その時には毎年だとね、こっちのこの広場の方にこっちに屋台とかね、いっぱい出て結構にぎわって、楽しい雰囲気でワイワイやってます。今回どうなるんかね、難しいね。なんかどこまで人がこう集まってとか、そういう人が集まるものを催しをどこまでやっていいのかみたいな。そうですね、一応イベントとしては今のところやる方向で考えてるっていう風に連絡は来てますので、多分、屋台出るんじゃないかなと思うけど、うん、いつもここでね、一杯引っ掛けて演奏してみたいな嘘でしょ。今年はどうなるのかちょっと分かりませんけれども、はい、10月の4日ですね、日曜日の、お昼前とお昼後ぐらい、11時ぐらいからと、1時ぐらい。あ、その2回もやりましたっけ。2回もやってます、はい。何時っていうのはちょっと忘れちゃったんですけど、こちらでやっておりますので、ぜひぜひ来ていただけたらなと思っておりますと。でね、万が一雨だった場合っていうのは、こちらの建物の中でやることが、決まっておりますので、雨でも一応演奏をやってるよということになっております。おう、よろしくお願いします。で、入ってこっちの方はもうこんな感じでね、でーんつってこう、なんかこう緑に囲まれてるだけでもちょっと気分が良くない、いい酸素吸ってる感がね、はい、そういう気になります。めっちゃそこに送風機あるおそらく雨天の時はここで演奏することになるんじゃないかなと。そうだね、
くなってくるね。いやいや急にとかじゃないからちゃんとね、ちゃんとしてますから。ここちゃんと真ん中道取れるようになってるから。あ、ここはちゃんと柵はダメ、ちょっとなんか行きづらい、入らない、やめて。今はベンチもね、こうやってね、間隔を空けて座ってくださいねみたいなのが常にね、あるからね。まあ難しい世の中っすね。で、あの目の前に見えてるのがね、春日井のパルテノン神殿跡地です。あ、そうなんすか、うん、こんなところに。こんにちは、お散歩ですね。秋の里山フェアっていうのがここイベントでやる。その時にあの演奏するんですよ。ここでミュージックね。あ、そうです、そうです、それであのちょっとあの下見にぜひ、うん、ぜひぜひ。何やるの、さっきは。サックスを。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃね、はい、ちょっと今行きにくいねそこら辺の花でも見ましょうかね。この CC レディって可愛いね、これね。 CC レディすごい名前よ。すごい、でもなんか何あれ、ね、ハンドハウロ2世ね、誰、お墓かな。でこっち見て、銀世界誰が好きかここをね、あのさっきのパルテノン神殿抜けるとね、遊具が見えてくるでしょ。なるほど。こっちね、あの遊べる広場があるんですよ。あれなんですか。ログハウスですそれは大体わかるんですけど、うん、あそこもなんかただ休憩する場所みたいな。そう、まあなんか憩いのスペースみたいな。そうよ、こんな感じでね、ログハウスがございましてね、あまり詳しくは映せないんですけど、平日ですけれども、子供連れでね、こうやって皆さん遊びに来れるよっていう。動物園もあるんですよ、ここ。触れ合えるんですか。今は触れ合えません、確かあのコロナの影響で触れ合えませんいろんな動物がいるんですか。ちょいちょいいるはず。なんか馬とかは全然いると思う。見れたりするのか。やってきましたよ、ふれあい動物園。ちょっと入ってみましょう。はい、さあどんな出会いがあるのか。今のところ気配は一つもない。でもキャッキャキャッキャ言ってない。あ、いるいるいる、いますね、うん、青い服着た動物さんがいるうさぎさんコーナーでございますね。めっちゃいい、かわいいじゃないめっちゃいるめちゃくちゃいる、すごい、かわいい、かわいい。真ん中の2匹はボスみたいな感じなの。そうですね、もうあそこら辺俺めっちゃ好きなんですけど、あのスリッチにいるやつめっちゃかわいいね。やばいっすね。でもこの鳴き声だけ聞いてるとすごいね。結構鳴かせてますね。結構いるねここら辺こんなちゃんと見たの初めてかもしれない。完全にカメラ目線じゃない。これあの無料ですからね。すごい楽しめますよ。これはカップルでね、デートに来てもいいじゃないか。これおすすめですね。 おすすめしてくれます。おすすめですよ。イグアナでかこんなんもいるね。昔後輩にイグアナってあだ名してたでもちょっと悪いかなと思って、うん、ちゃんとイグちゃんっていうちょっと可愛い目なやつにしたんです。別にそれは井口くんとかそういうのじゃなくて、はい、顔が似てた名前はサエっていうことです。女の子というわけで村沢くん、はい、ぐるっと一周回ってきまして、本来の演奏場所に来たんですけれども、はい、10月4日の、本番ここでやりますよっていうね、あの来てねみたいなやつくださいはい、というわけでですね、来たる10月4日日曜日の、お昼頃ですね。時間はあのまたちょっとテロップで書いてもらいます。頃に、こちらでですね演奏いたしますので、
ぜひ皆さん遊びに来てください。こんな感じで今紹介したようにですね、いろんな緑とかお花とかもいっぱいあって楽しめると思いますので、ぜひ遊びに来てください。もちろん入場無料でございます。いや、演奏もタダで聴けます。はい、じゃあ10月4日に皆さん会いましょう。お待ちしております。バイバイ。